お祭りステージ、続いては牛深半夜祭りステージです。牛深半夜祭りステージを盛り上げていただける東京牛深半夜の会の皆様、ご紹介させていただきます。熊本県天草市の牛深町に伝わる伝統芸能、牛深半夜踊りを披露させていただく東京牛深半夜の会です。天草諸島の最南端にある牛深町は東シナ海に面しており、県下最大の漁港を有しています。また江戸時代後期には多くの船がしけ待ちのために寄港する海上交通の拠点でもありました。そして寄港した船乗りたちをもてなすために生まれたのが牛深半夜節です。船乗りたちによって港から港へと歌い継がれ、全国に広まった牛深半夜節。実は新潟県の佐渡おけさや徳島県の阿波踊りも牛深半夜節をルーツとする半夜系民謡と言われているそうなんです。東京牛深半夜の会は老若男女や出身地を問わず、牛深半夜に魅せられた仲間で結成されています。踊るのはもちろん、見ているだけでも元気が湧いてくる南国ならではの陽気で軽快なリズムと踊りを存分にお楽しみくださいとのことです。それではお待たせいたしました。東京牛深半夜の会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。お前ばまた帰るのかい。
しょぼ担いでこてあじゃよかろはよいさよいさ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 さっさよいよいさっさよいよいはいやえええええええたんとはよいしょあふれても売れない気でもえはよいさよいさ同じに調子のさえま風ぐるまええさあお人気万人気持ちさばはよいしょ宮崎かつお骨よっとぐわえあそれあせんな金なごあまつけ渡れば無能よあよいしょ三本舐めたらどこしたあよいさよいさ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 さっさよいさっさよいよいあ出てゆくほかげて走るえはよいさよいさ茶屋の娘がさまあ出てまねくえさあおさやったとん届いたかいはよいしょ届いてにてすって下やいたさいさいあ松よね黒島の松よはよいさよいさ上りに下りのさまあ出かけ松へさあそのまん枕で考えたはよいしょ
踊りの舞台踊りといいまして、この後、皆さんと一緒に道中踊り、ハイヤ踊りの総踊りを一緒に踊っていただけたらと思います。このハイヤ踊りは、漁師町の歌で、漁師の生活が振りに入っています。で、牛深では結婚式とか運動会とかおめでたいところではほとんどと言っていいほどみんなで全員で踊るような踊りになってます。では、早速立てる方は立っていただいて手足動かしていただけたらと思います。少し振りの説明をしたいと思います。はい、では痛いね、痛いね。はい、まず、左手を上に上げて、右手も肩の高さに上げて、そのまま海の様子を見ます。 So now we're all going to try doing the dance. Please lift your left arm up, your right arm down to an angle, and look at the ocean to your right. この後空の様子を見ますので、手を変えて空の様子を見ます。 So now change your arms and look towards the sky. とこの後歩きます。手を交互に変えて歩きます。 And so now you'll walk in placeこれをもう一度繰り返します。海を見て、 Let's do it again. 空を見て歩きます。はい、この後船を漕いで沖に出ます。両手をグーにして、はい、前腰で、これを7個間行います。一緒に行きます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。この時足は足踏みです。じゃあもう一回船を漕ぎますね。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、で今度は沖に出ましたので、網で魚を取ります。 So now we're going to pull the net of fish from the sea。左の足をちょっと斜め前に出して、左側から4回網を引きます。3、はい、1、2、3、4。そしたら右から4回引きます。5、6、7、8。で最後にちょちょんがちょんで1周です。 And now we're done。 はい、でこれの繰り返しが、道中踊り、ハイヤ踊りの総踊りとなります。はい、皆さんとっても上手に真似していただいてありがとうございます。でハイヤ祭り、ハイヤ踊りには掛け声が2種類ありまして、よいさーよいさーとさっさよいよいという掛け声があります。でちょっとだけ練習させていただきたいと思います。私の後について一緒に掛け声をかけていただければと思います。3、はい、よいさーよいさー、よいさーよいさー、さっさよいよい、さっさよいよい。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんとても上手です。このノリでこの後ここで皆さんと一緒に道中踊りを曲と一緒に踊りたい、曲をかけて踊りたいと思いますので、ぜひぜひ踊れる方は一緒にお願いします。踊れない方も手足をその場で動かして一緒にご参加お願いします。音楽お願いします。じゃあ間に帰りましょう。なんか僕の荷物とか、ぜひぜひ。途中からの参加も大丈夫ですのでよろしくお願いします。さっさよいよい、さっさよいよい、さよいさ、はよいさよいさ、はよいさよいさ、はよいさよいさ、さっさよいよい、さっさよいよい、はい、あみひいて、あみひいて、はい、ちょちょんがちょ、海見て、空見て、はい、みさる、海見て、空見て、
お祭りステージ午後5時より郡上踊りお楽しみください。そして引き続きこちら横浜、それではただいまより郡上踊りステージを開演いたします。郡上祭りステージ盛り上げていただける町田春駒会の皆様ご紹介させていただきます。岐阜県郡上市八幡町で400年余り継承されている老若男女一緒に輪になって楽しめる郡上踊りに魅了され、踊り、お囃子など現地との交流のもと楽しんでいる同好会です。それでは町田春駒会の皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。郡上踊りは10曲ございます。本日はその中より雨も降らぬに袖絞るでおなじみの川崎、次に300げんげんばらばら、騒ぎ、春駒、以上5曲をお楽しみください。それでは代表曲の川崎からどうぞ。
Thank you.
Thank you.
気づけ、それでも浮気のやまない時にゃ総十郎の芝居じゃないけどバンドの影からヒュッキュラヒュッと化けている。捨てたのから足出ぬの鍛冶屋と大津の鍛冶屋が朝から晩まで飲まずに食わずに取ってん買ってん叩いて飲まえて持ってきてかぶせたから金木帽子これに映るは手の白
内田春駒会の皆さんありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手でお送りください。ご参加された皆さんもお疲れ様でございました。さて町田春駒会の皆さんにはこの後午後5時から再度こちらのステージで披露していただきます。続いてのステージ、それではただいまより沖縄エイサー祭りのステージお楽しみいただきます。早速沖縄エイサー祭りステージ盛り上げていただける町田流の皆様ご紹介させていただきます。東京都町田市を中心に活動しているエイサー団体です。沖縄の伝統芸能エイサーを通して青年育成地域の活性化に取り組んでいらっしゃいます。沖縄市ゴヤ青年会に支持し、ゴヤ青年会の10曲と町田流オリジナルのティンサグル花町田の花12曲を踊っていますとのことです。それではお待たせいたしました、町田流の皆様どうぞよろしくお願いいたします。あ、マイクトラブルがあります、すいません。ふるさと祭り in 横浜赤レンガにお越しの皆様こんにちは、町田流でございます。よろしくお願いします。うちの阿口で言うとですね、ハイサイ口を中央のみなわった町田流呼びゆたしくゆたしく。私は東京都八王子出身のメンバーでございまして、ので沖縄ではないんですけども、はい、ありがとうございます。改めまして我々町田流と申しまして、東京都町田市を中心に沖縄の踊りをですね踊って活動している団体でございます。で我々ですね、沖縄市ゴヤ青年会というですね、沖縄市のゴヤの踊りをですね、師匠と団体としてですね、踊りを借りてですね、この東京の地で踊らせていただいている団体でございます。なんと今年25年目になりまして、皆様のおかげで支えられております、ありがとうございます。で横浜の地でですねエイサーを踊るのは約10年ぶりでですかね。野毛の大道芸というお祭りにですね一回出たりとか、あとあそこのランドマークタワーの方にも出たことがあるといったところでございまして、我々としては10年ぶりの演舞でございまして気合が入ってます。町田流馬さん気合入っておりますか？まだ気合入ってないな。気合入ってますか？ありがとうございます。我々町田流はですね今はですね、青年育成を掲げてですね団体活動しておりまして、ぜひですね、皆さんこのエイサーを見てですね、ぜひちょっと興味あるなとか、沖縄好きだなとか、ちょっといやなんかいいなって思った方いらっしゃいましたら、ぜひですね衣装を着てる我々にお声をかけていただいて、ちょっとどういう練習してるのとか、どうやったら演舞出るのとか、もしそのお声かけていただければですね、我々としても嬉しい限りでございまして、今なら もなく会長から、私会長なんですけども、会長からビール一杯サービスいたしますので、よろしくお願いします。拍手イエッ。はい、ありがとうございます。で今日ですね皆さんとこう集まってたくさん集まっていただきましたんで、少しでも沖縄の文化を味わっていただきたいということで、沖縄のですね踊りの一つカチャーシーというのをですね一緒にやっていきたいと思います。ちなみにカチャーシー知ってる人、はーいはーい、バラバラですね。ありがとうございます。すいません、知ってる人すいません、ありがとうございます。じゃあですねここでカチャーシー講座を素晴らしい女手踊りさんにレクチャーしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。レクチャーするのは私なんですか、すいません。じゃあですね皆さん恥ずかしがらずに手を上に上げていただけますでしょうか。すいません、すいません、ここ沖縄ですよね、ここ沖縄なんで皆さん手を上げていただけよろしいですか。すいません、はい、ありがとうございます。すいません、そしたらですね皆さん目の前に、ちょうどよかった、赤レンガのこのねレンガありますよね、山があって、そしたら右手をこの上に上げますよね、
上げた時に左手どうするかって左手は左手上に置くんですよ。左手上に置いて右手が上がった時に左手下がるんですよ。で逆に左手を上に上げる時に右手下がるんです。なので右手が上がったら左手下がる、左手を上げる時に右手下がる、上げて下げて上げて下げて、これをですね地肩、三振持ってる地肩あたりがですね等身同意という曲で、この曲です。この曲で、あーいいですね皆さん最高、あえいやさーさーはいやあてぃせさーさーさーていへ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 い、ありがとうございます。あの演舞終わった後にですね皆さんとぐるぐるになって大化チャーシーしたいと思いますので、あの恥ずかしいからずにですね、ここあの沖縄と思ってるので、はい、すいません沖縄なのでよろしくお願いいたします。じゃあ分かった人はーい、ありがとうございます。じゃあ待ち合いの演舞楽しみにしてください、よろしくお願いします。ご少々お待ちくださいね。皆さんあの本当に暑いのでね、あのお体だけは気をつけながらあの楽しんでいただければと思いますので、あのしっかり水分補給など、ね、しつつですね、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、町田流。準備よろしいでしょうか。
Thank you.
はい、予選そろいよいや、いや、さ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 、
ケー、はい、頑張れ。ありがとうございました、ありがとうございました。町田龍でした。今一度盛大な拍手を町田龍にお願いします。それではお待たせしました、お待たせしました、カチャーシーカチャーシーカチャーシー、一緒に踊りましょう。ぜひぜひ一緒に立ち上がってね、踊っていただければと思います。よろしくお願いします。等身大なんて丸いサンバへならんしや、夢やな若さ、町村のさしなほんのたん、はいやせんそろよいや、いやさささささささ先ほど国士無双さんの方からよさこい祭りについての説明があったかと思うんですけども、あのよさこいといえばですね、北海道のよさこいソーランの方も有名ですよね。で、僕たちの楽曲の方にですね、高知のよさこい節とですね、あと北海道のソーラン節も両方入れちゃったというね、やっちゃったみたいな感じの楽曲になっておりますので、そちらの北海道感もですね、ちょっと楽しんでいただければなと思います。どうか最後まで応援よろしくお願いします。それでは参ります。光照らせ、この世は笑顔
子供も楽しんでいきますよ。はっはっ、踊り子見せつけろ。そいやそれそれ、はっはっ、さあ行け。おーはっ、さあよかったらお手拍子で、よかったら一緒に現地を盛り上げてあげてください。三拍子もありがとうございます。踊り子直れ。はい、光という楽曲でございました。三拍子お付き合いくださりありがとうございます。はい、それではですね、次なんですけれども、鮭サンバという楽曲をですね、踊りたいんですけども、こちら北海道のよさこいソーランのですね、楽曲となっております。先ほど国士息子さん1曲目にですね、成長よさこいという高知県の、一番古い踊りを披露してくださったんですが、こちらはね、ちょっと北海道のテイストで行ってみようかなと思います。なんと鳴子も使わなくていいと。で、振り付けもとても簡単なので、皆様手で結構ですので、一緒にねサビは踊っていただけると嬉しいです。で、振り付けはですね、上下でお魚の口を作って、鮭、はい、これだけです。よろしいでしょうか。まあ、他にも振り付けもちろんあるんですけど、サビの振り付けはね、もうこれだけです。基本的には鮭で、はい、魚の口を作る。
可能であれば尻尾も作っていただいて、鮭になりきってください。こちらふるさと祭り海鮮丼も、もちろんねサーモン売ってると思いますね。鮭サンバ踊って海鮮丼食べましょう。そんな感じでいいですかね、踊り子さん。はい、それでは次鮭サンバいきたいと思います。鮭サンバどうぞ。さあよかったらクラップで一緒に盛り上がってまいりましょう。あ、よかったらどうぞどうぞ入ってください。鮭サンバも、はい、一緒に踊りましょう。はい、上下上上下上下下下鮭もっとこっち来てくださいよかったら。はい、お尻を振ってかわいい。はいはいはい、ポップス踏んで上下上上下上下下鮭あっ鮭はい鮭鮭はい、お尻を振ってかわいい。はい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 、ありがとうございます。パパさあよかったらクラップで、はいクラップ、はいはいはい、右左わははわははチェッカーズ、はいチェッカーズ、前に前、はい、ふぅ右左左右、はいニャンコッタ、はいニャンコッタ、はい巻き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 どっこいしょ。さあちょっと次はね手を打っていくパターンになったね。高知県のね、よさこいといえば最後はね、だいたい総踊りという形でお祭りを締めくくることが多いんですけれども、最後ですね、よっちょれという楽曲で国士無双さんと一緒に踊りたいと思いますので、国士無双の皆さん出てきていただいてよし、よかったらもうごっちゃごちゃにごっちゃごちゃにごちゃにごちゃにでごちゃにで国士無双さんステージも上がってください。もうぜひぜひ、もう前のスペースも全部埋めていただいて、旗師の皆さんもよかったら最後旗振って、あれもう旗かたしちゃいましたか、はい、前あこれ振り付けがね自信がないとみんなこうなるんです。だいたい後ろ行くんです。これよさこいあるあるです。だいたいこういう時ね、振り付け分かる人がちょっと前に来て、はいね、こちら、分かる人がずいぶん控えめですね。もうちょっと皆さん前に、ここら辺のスペースもできれば埋めていただきたいな、うん、もっと前に行きましょう、もっと前に行きましょう。最後ですからね、こちらよっちょれという楽曲で、はい、こちらも、よさこい節、高知県のよさこい節と、北海道よさこいソーラン、ソーラン節がね、両方入っているとても人気のある、総踊り楽曲となっております。よろしいでしょうかね、皆さん振り付け自信なくても大丈夫ですよ、総踊りなんでね、はい、ちなみに振り付け全然わからなくても総踊りって誰が入っても OK なんですけど、一緒に踊りますか？いいですか、一緒にいかがですか、そちらのお父さんお母さん、一緒にそちらのハッピー着てらっしゃる方、よかったら
一緒に踊ろう。よさこいってね、老若男女誰もが楽しめるというのが、高知県のよさこい祭りのね、文化なので、これ誰でも楽しめるんです。はい、もうね、踊れなくてもね、雰囲気楽しんでるだけでもいいんです、基本的にはね。はい、よかったら一緒に踊りたいなーって方ね、ぜひぜひいらしてください。あ、いいね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 、あ、いいよいいよ。はい、子供たちもね、ぜひぜひ。はい、もう年齢関係ないですからね、よさこい楽しむ心に関しては。はい、あ、素晴らしい。全然振り付けわかんないと思いますけどね、一緒に頑張っていきたいと思います。はい、じゃあさあそろそろ行くよ。ママ呼ばれてますよ。ママ一緒に踊らなくていいんですか？大丈夫ですか？はい、それではね、最後、よさこい祭り、こちらよっちょれという楽曲で、総踊りで締めさせてください。それでは踊り子の皆さん準備いいですか？はい、それではよっちょれどうぞ。さあ最初座ってます。いくよー。はい、どっこいさー、出るんでー。さあよかったらクラップで一緒に盛り上げてください。Ha!
ありがとうございます。それではね、よさこいをね、最後挨拶をして終わるというのがありますんでね、皆さんで、はい、気をつけ、はい、見てくださった皆様に礼、ありがとうございました。あれ、改めまして一緒に踊ってくださった、かわいい踊り子ちゃんたちにもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとう、よかったよかった。よかったらね、記念に写真でも撮っていく、ちょっと写真撮っとこうか。よかったら皆さん集まって、はい、集まって最後にね、楽しい巻いてくださいということでね、はい、見えましたね。で、巻きで写真1枚いきますね。はい、私の MC が長いということでね、はい、どんどん入っていってくださいね。サクッと写真撮って終わりにしますね。はい、いきますよ皆さん。はい、いきますね。あ、じゃああちらの、はい、イケメンのヤスさんね、はい、いきます。はい、チーズ OK ですか。あ、もう、あ、りょうたさん大丈夫ですか。あ、もう一枚ごめんなさいね。はい、すいません、いきます。はい、ありがとうございました。改めまして、国士無双と、東京予算のチームさん、ありがとうございました。予算のチームさん、お腹空いちゃう、焼きそば食べる。14人、よろしくお願いします。シーロスは12時45分発の横浜駅東口栄光台駅の乗船券を発行しています。ご利用のお客様です。